平成26年7月26日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社門前町商店街で門前祭が開催されました。これは中町通り繁栄会が金曜夜市として毎年主催しているもので、平成25年から門前祭と名前を変え開催しています。今年は7月26日と8月2日の日程で開催。26日は午後2時からの夏休み木工教室をはじめ、さまざまな催し物が行われました。力自慢対決では、阿蘇猿回し劇場のアイドル、京丸くんが応援する中、参加者がポンプ車を引っ張り、タイムを競い合いました。また、ステージではカラオケ大会が開催され、歌自慢の参加者が自慢の歌声を披露していました。会場となった門前町商店街には、各店舗の出店や金魚すくいやヨーヨー釣りなど様々な店が並び、浴衣姿の人たちや家族連れで大変にぎわいました。8月2日の門前祭では、トマトの早食い対決や豪華賞品の当たる中町ナンバースの抽選結果の発表が行われます。